カスケーディングスタイルシーツは HTML や XML の要素をどのように収飾するかを指示する仕様の一つでワールドワイドウェブコンソーシアムが取りまとめ勧告する文書の構造と体裁を分離させるという理念を実現するために提唱されたスタイルシートの具体的な仕様の一つ CSS は HTML で表現可能と考えられる デザインの大部分を実現できる要素を取り入れつつ、新たなデザイン機能を備える。以下の点を特徴とする。CSS は、1994年に、WWW 生誕の地であるセルンに勤務する、ホーコン・ウィウム・リーにより提唱された。スタイルの情報は読み込む内容や、ユーザーエージェントの設定の2箇所に記載できる。ユーザーエージェントも、独自のスタイルを持っている。 作成者スタイルシートはマークアップ文書の中に直接記述するか別文書として読み込ませる形で利用される。CSS の利便性を最大限発揮するために別文書として読み込ませることが推奨されている。ここでは CSS レベル2について説明する。CSS の文法は異なるレベル間でも 広報互換性を持つように設計されており、例えば CSS レベル1で書かれたスタイルシートを CSS レベル2として扱うことも可能である。CSS では要素にスタイルを与えるため、次のような仕様が定められている。以下の CSS 断片を例にとる。PID、カラー、ホルティシモ3300条例の CSS 断片を適用すると、 宣言している文書のうち、セレクタが指定しているものと一致する部位に、宣言ブロック内の宣言が適用される。宣言は、プロパティ、ネ、ね、カ、ソラのどちらかで構成され、プロパティ、値の前後には空白文字を自由に入れられ、またで区切ることにより宣言を並べて書くことができる。条例は、HTML 文書に適用する場合、ID という ID を持った、 p 要素の文字色を赤 FF、緑 33, 青0にせよという指定を意味する。カラー、フォルティシモ3300、ウィルス35%、カラー、0033フォルティシモ、ウィルス53%。このような宣言があったとき、後者二つは矢を付したために不正である。なぜなら、矢で囲ったものは文字列として扱われ、 カラープロパティが取り得る色の値ではないからである。PID カラーホルティシモ 3300PID フォントサイズ 24PX は PID カラーホルティシモ3300フォントサイズ 24PX と等価である。は前者のように宣言をセレクタに一つずつ書いてあるのを 一つのセレクタのブロックで記述するときに宣言を分けるのに使う。そのため必ずしも宣言にをつけるのを強制するものではない。セレクタは実装レベルの高いブラウザならばどの属性であっても CSS を適用することが可能であり。この場合 ID に関する属性セレクタであるので ID は ID イコール ID と等価である。セレクタの簡単なマッチングが可能である。 その他、HTML タグに対する適用、文書構造から見た子、兄弟構造へ適用する、セレクタ、さらには、リンクや動的な表現、言語に関する疑似クラスなどがある。CSS は、必ずしも一つのところで一位に指定できず、そのため、指定内容の衝突を避けるために優先順位が、ユーザーエージェントによって計算される。その結果は、 以下のような条件により算出される。記載可能な方法の詳細は次の通りで、一般的に優先される順位で並べ替えている。ユーザースタイルシート中で最重要指定された宣言、ユーザーエージェントの設定のスタイルの中で、インポータントを宣言に付加する、作成者スタイルシート中で最重要指定された宣言から作成者が内容に付随させたスタイル中で、 インポータントを宣言に付加する。作成者スタイルシート中の通常の宣言、ユーザースタイルシート中の通常の宣言、デフォルトスタイルシートの宣言作成者スタイルシートの記述方法による優先順位は以下の通り。特定の要素にスタイルを記述する HTML や XML のヘッダ部に、そのページ全体を対象にスタイルを定義する。 CSS のみを記述した外部ファイルを用意し、HTML ファイルのヘッダブからリンクを貼って、スタイルを参照させる CSS の仕様には、レベルという段階があり、2011年11月段階で、レベル1からレベル4までの仕様が公開されている。ボックスモデルの参考図マージンボーダーパディング内容、パディングボーダーマージンボックスに、ミルス属性を設定したとき、 W3C のボックスのモデルでは内容の横幅であると解釈される。そしてパディングとボーダー分の横幅は要素の横幅に追加される。他方マイクロソフトのボックスのモデルでは WIDS 属性は内容の横幅とパディングとボーダー分を足したもの、すなわち要素すべての横幅になる。そのためインターネットエクスプローラー5.5以下と6.0 以上及びインターネットエクスプローラー以外のウェブブラウザでの表示を近づけるためにはパディングとボーダーを例にするもしくは CSS ハックを使う必要があるインターネットエクスプローラー6ではクタイプが正確ならば標準準拠モードに移行できる CSS には CSS1 の上位互換いくつかの概念の追加拡大改定が行われた 具体的には、表示媒体によって、自動的に、スタイルシートを変更できるようにし、それに付随して、音声ブラウザへの対応、印刷媒体への対応が行われ、フォントなどの表示機能の拡張や、ボックスの概念の修正などが行われた。ただし2002年頃以降に発表された CSS 対応 UA で、これを使用とみなしているものは存在せず、実質的に、 CSS2.1 に、使用としての役割を委ねた形になっている。CSS に韓国の使用書にアクセスすると、CSS には、管理されておらず、使用の参照や実装は、CSS2.1 を元にせよと奨励する、注意書きがある。CSS2 の改定版。CSS に使用書の定義が不明瞭であったことから、書く。 ユーザーエージェントの CSS2 実装に非互換が生じたことから曖昧な記述を明確にするといった改定が行われた。また、テキスト、シャドウプロパティのように CSS2 で策定されていながら長い間実装が行われなかったもの、ディスプレイプロパティのランインチのように複数のユーザーエージェントで相互運用性を確保できなかった機能は削除されている。 それらは CSS3 以降のレベルで定義され直すことになる。CSS の実装に際してベンダは2002年頃から CSS2.1 を基本仕様とみなしている。CSS3 以降では CSS2.1 を中核とし新たな機能の追加や改良をモジュールとすることで実現するものとする。ユーザーエージェントは各モジュールへ対応するか否かを 自由に選択できるようになるほか、縦方向の所持や HTML 以外の規格にまで関与した内容となっている。2018年7月現在で勧告されているモジュールは以下の通り。CSS4 はモジュール化されたため、単一の統合された仕様は存在せず、レベル4モジュールの総称となる。 レベル4モジュールで追加される機能は、レベル3モジュールで未定義だった新しい機能のほか、草案に一度含まれながら、相互運用性を十分に確保できず、使用から省かれた機能からなる。未だに韓国候補に至っていないレベル3モジュールが存在する中、すでにレベル4モジュールの公開草案がいくつか公開されている。JISX4168-2004 段階スタイルシート水準 1HATEN インターネットエクスプローラーボックスモデルバグ2.1 CSS レベルズ CSS スナップショット2015 w 3 c ハット e オール CSS スペシフィケーションズ W3.org 2014年5月30日閲覧ありがとうございます